びぜえー、と熊本の、益城町に熊本震災の、義援金をお届けするという理由で、昨日から熊本の方に来てるんですけれども、昨日その益城町の町長にお会いしてね、寄付金という形で、納めさせていただいたんですけれども、もう一つ熊本に来た理由があって、それがこの、今僕がいる場所っていうのがですね、まさに震源地の益城町です、ね、もうこう僕本当にね、震災のあった年に初めてここに来た時はもう本当に道路もボコボコしてて、本当に言葉が出ないような状況で、その時もねちょっと配信したんですけども、そんな状態だったんですが、今年、2021年になって来た益城町なんですけど、ちょうど僕が今この立っている場所、わかる方いらっしゃるかな後ろの建物、これ益城町総合体育館つって、実はここ去年、2年前かなにも実は来ておりまして、同じ場所で撮影してるんですよ。僕がネット番組でやった時にちょっと益城の状況をお伝えするっていう風なお話で、ちょうどこの場所からねVTR を送ったんですけれども、今僕が立っているのが、この後ろに見えるのが益城町、総合体育館といって、皆さんここでね、ここに避難されて住まわれてたと。でそれが今こう取り壊しが行われてて、また新しく建て直すっていう形なんですけれども、それは YouTube とかにも出てるんですが、益城町総合体育館、要するに避難された方が一時ここに集まって、生活をされてたと。で僕2年前かなんかにここで来た時に、もっとね体育館自体もな仮設というか、結構まだ建ててた最中みたいな景色だったんですよ。YouTube の方見てもらえば分かるんですけど、それがなんともうこんなに綺麗になってらっしゃる、すごいっすね。いや、めちゃくちゃ綺麗になってて、俺2、3年前に来た時と全然違うからね、なんか嬉しいですね。こうなんかどんどん復興している絵っていうのがちゃんと見れてね、こういう形でね、自分たちのこう義援金活動なんていうのは微々たるものかもしれませんけれどもね、何か少しでもお力添えになってたと思えば嬉しいし、でちょっとパッてね、向こうの方を見てもらうとあれなんですけど、もう結構普通に町としてはもう通常運転しておりまして、道も綺麗になってるし、まだね、仮設住宅にお住まいの方とかもいらっしゃるみたいなんですけれど、いらっしゃるんですけども、もうなんかパッて見た感じ、本当町も活気あふれてるし、いやーなんかね、僕は熊本在住じゃないんで、年に1回とかたまにしか来れないから、すごいこの差がすごくはっきり分かるんですけど、もう本当にここ益城っすかって今日来る時も言っちゃったんだけど、ってぐらい普通のなんかこう活気づいた街になってるなっていうのがね、やっぱちょっとね、今見てくださってる方々でも義援金の協力いただいた方もいらっしゃると思うんで、ただね、簡単にこう来れる場所でもなかったりするんで、このような形で、自分がこう報告というかね、させていただいているような感じなんですけれども、で昨日なんかその、益城町の町長にお会いしたら、益城町役場は、まだ仮設住宅の状態で、それが完璧にまた建て直すのには言うてまだあと7年ぐらいはかかるっていうのはおっしゃってました。だから、7年っていうのも、益城から仮設に住まわれてる方々が、無事退去、してから、そういった形でっていうような、お考えでいらっしゃるみたいでして、それでも7年だから、やっぱり全部ね10年以上
ね、まあ役場が移ったからって完治ってわけではないと思うんですけども、まあ、そんくらいかかると。でも本当俺もそうなんだけど、熊本震災ってもう正直言ったらもう多分ほとんどの方が風化してると思うんですよ。もう要するにもう元に戻ったんじゃないかと。でも実際はまあ現地の方の声聞いたりお話聞くと、まあ本当そういう状況で、まあ益城町も昨日ちょっとね映したんですけど、ここにはからは見えないかもしれないけど、仮設住宅まだ全然あって、そこに住まれてる方まだいらっしゃるんですよね。まあ、ちょっとね向こうの方も、はい、ちょっとね離れてきましたけれども、まあまあまあ、ここは益城町ね総合体育館という、場所になりますけれども、さてちょっと今の見たことあるな。あれ、ケイトくん、ケイトくん、わー、はい、だって、あらー、さあ、ケイトくん今これね、カメラ撮ってる。皆さん、ここの場所、ここの子、わかる方いらっしゃいますでしょうか。実は僕のデイズ希望の花という3日前に全国リあのデジタルリリースしました曲のミュージックビデオを見てくれた子ならわかるかもしれないですけど、その中にあの背中後ろ姿で走ってる男の子が出てきたと思うんですけれども、わかる子はいるかな。ね、その走ってくれたまさに熊本の男の子、さあケイト君自己紹介。名前はチートです。チートですってこと。西本ケイトくんです。あのね、ケイトくん、あの喋れるようになった。喋れるね。つか大きくなったね。ね、ケイトくん、デイズって知ってる？知ってる？歌。それにケイトくん出たの覚えてる？覚えてる？すげえ。ここはこうやって走ってったんだよ。覚えてる。すごっ。みんなこれね、今見てる人もね、多分ケイト君のこと知ってる人いるよ。こんにちはって。こんにちは。すごくない？だってあれ2年前ですよ。2年前ケイト君喋れなかったんですよ。アファしか言わなかったんですよ。アファがこんちはまで。じゃあケイト君のあのデイズの歌をね歌ってみよっか。せーの、うん、うん、ありがとうございます。ケイト君さすがやね。やっぱ完全に覚えとるね。落ちたね。ケイト君今いくつになったの？3歳。ってことはあの時1歳。そうだ。いや、なんかこの益城体育館が成長したのと同時にこのなんだ、お子様も成長してるって、まあそれそうなんだけど、2年間で喋れるようになるもんなんだ。ケイト君の好きな食べ物は何？コーアン？チョコマン？ご飯？ご飯が好き。じゃあ好きな漫画は？好きな漫画はし、あ、ドラえもんのことかな？はい、うん、なんだ。嘘でしょ？ドラえもんね。ドラえもんの誰が好き？ドラえもんが好きな？うん、ドラえもんが好きなんだ。あ、だから T シャツもね。電車だもんね。ねえ、バイバイって。バイバイ。デイズ見てねって。いや、めちゃくちゃちょっと俺は今嬉しいですね。まあこんな感じでさ、本当になんかこう熊本のね子供だったり、まあ、こう町だけでなく共になんかこうさ
ね、成長してるっていう姿っていうのはちょっと感動的だったし今日わざわざね、あの来てくれたケイト君ね、ありがとうね、ケイト君まあちょっとこの後もう少し益城の町、まあ心の花モニュメントがある場所だったりとか、僕もまだ見たいなと思うところあるんで、まあちょっとお時間ある方はね、でもまあ取り急ぎ、あのすごくこう益城の町が活気づいてるっていう印象です。はい、というわけでまた後ほどお会いしましょう。